今回は新フェス源発表されたんで見ていこうと思います。公式放送でも発表された新フェス源8体の詳細が確認できますよということ で、そちらが明日から開催されるスーパーゴッドレスにも入りますよということですね。見ていきましょう。すでに発表されているものも含めて全部確認していきたいと思います。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、エルフリーでこちら星7ですね。進化前、攻撃神の、火、光、バインドスキルプラス封印10コン3つ列3つ。スキルが、進化スキルになっていて、10ターン自分延波10倍の、2ターンヘイスト進化20ターン。で、進化すると、1ターン無効間のロック解除火、光、回復陣4ターン。まあ、最近の貫通スキルは3ターンなことが多いんで、ちょっと重いんですけれども、ただまあ普通にロック解除の陣なんでその部分は強いかなっていうふうに思いますね。リーダースキルが火か光の6個消し1個につき 4.5 倍2コンボ加算固定50万8コンボ以上で 72% 軽減刻んできましたね。で、これ1個につき 4.5 倍、これはかなり倍率的にでかいので2個でも組めば相当な火力出ますね。超重力でも難なく駆け抜けていけそうな性能してるなっていうふうに思います。ただ火と光を同時に作るキャラを複数入れないとちょっと運用厳しいのかなっていうところがあるんで、なんだろうな、アントマンとか、アイアンマンとかその辺が活躍するのかなっていう感じがしますね。超覚醒がスキルプラス7コン毒10コン3つの7コンなんで相当火力出ますね。はい。で、武器の方が今回2種類あって、1つ目が、火の、副属性火に変化のチーム回復3つでダマメ。スキルが2ターン領吸収無効の1ターンヘイスト12ターン。まあ、無難に使いやすそうですね。ダマメついてるんで、副属性火だから、まあ、そうだな、量子バドラとかあの辺で使えるパターンもあるかなっていうふうに思いますね。はい。で、もう1個が光の方で、神タイプ追加のバインド7コン指プラ。スキルが消せない場合の覚醒も全開の1ターンヘイスト7ターン。強いな。スキルも非常に使いやすくてシンプルに強いですね。指も伸びるんでね、ミナーバーとかとは相性も良さそうかなっていうふうに思いますね。いいと思います。はい、次。ミリーですね。こちらも星7。進化前攻撃体力の、キー比、バインドスキブ4つ、封印指プラ10コン、2体攻撃6個。まあ、いわゆるグリゴリータイプのキャラクターですね。スキルが進化スキルで、火、キー、回復陣の、一旦ダメージ無効のスキルが進化18ターン。進化すると、一旦自分延波2倍の水置き闇置きに変化2ターン。あ、回復は作んないけども2ターンで打てるスキルで、まあでも全体延波とかその辺がないからちょっと物足りない感じがするかな。まあでも変身キャラじゃないからっていうところでバランス取ってんのかな。超覚醒がスキルプラス2体攻撃プラス、グラサン。リーダースキルが、火か木の4つ消し1個につき2倍1コンボ加算固定1、体力の全パラ4倍ですね。まあ使いやすそうではあるな。グリゴリーとかよりは使いやすいんじゃないかなっていうふうに思いますね。4つ消しで OK で、で、しかも全パラ4倍かかって、キアテナをね、複数積んで、ループするのも結構面白いのかなっていうふうに思いますね。キーヒーのね、アテナね。はい。で、アシスト進化なんですけど、これね、今、ツイッターですごく話題になってるんですけど、ちょっと拡大しましょうか。見えるかな？よいしょ。ここ、わかりますか？この部分。ちょっと待ってね。よいしょ。ここ、指が残ってるんですね。これ明らかに指だよね。だからこれ切り抜いた時に、指を消し忘れたっていうことだと思うんですけれども、ちょっと元のミリーもちょっと確認しようか。元のミリーの方も見ると、まあ、こんな感じで、よいしょ。まあ、指が残ってて、まあ、これを比較すると明らかにこれ指ですよね、残ってるの。こういうのってね、個人的な意見ね。こういうのって、本当に心の底からがっかりする。なんでかっていうと、運営の実態が見えちゃうから。だって、要するに、普段から手抜いてるからこうなったんでしょ？例えばさ、ちょっと表記間違えたとか、誤字があったとか、まあ、そういうミスもくだらないけども、でもそういうのって、まあ、人間誰でも起こしうるミスだから、まあまあそういうこともあるよねって思えなくもないんだけど、このミスって、普段手抜いてやってる人にしか起こし得ないミスなんだよ。か、もしくはめちゃくちゃ余計な工数を踏んでるかのどっちかだね。だってありえないじゃん、こんなの。もしさ、イラストレーターさんに書いてもらったデータを使ってるんだったら、武器と本体って間違いなくレイヤー分けされてるはずだから、指だけ残るって絶対にありえないのね。
だからこれがあり得るとしたら、元の画像から武器だけを切り抜いた時にしか起きないんだよ、絶対。けどそんなことってさ、そもそもする必要なくない？だってこの画像をスクショのすればいいだけなんだからさ、そんなことする必要ないじゃん。実際その村子の、紹介動画だったら普通に指映ってないんだよ。すでに完成形があるにもかかわらず、それを使わずにわざわざ回りくどく画像を切り抜かせたって意味わかんなくない？無駄でしかないじゃん。どんな運営してんのって俺疑ってしまうんだよ。だからね、本当に我々の目に入るところでこういうミスを起こすのをやめてください。パズドラが好きな人であればあるほど残念な気持ちになると思います。はい、以上。性能の方が、貴族性追加の、チーム HP チーム回復機能ドロッキョウ4つ指プラ、スキルがロック解除非キー回復陣の3ターンダメージ激減14ターン。まあ内容は強いかな。で、もう一個の方が火の体育タイプ追加の2体攻撃2つチーム回復2つ、スキルが1ターン全員炎波3倍の1ターンダメージ無効13ターン。この全員炎波って地味にね、まだ数が少ないんで結構貴重ですね。はい、で星なら最後ですね、サギリ。悪魔ドラゴンの、闇水バインドスキルプラス封印指プラ L 字4色3つガードブレイク、スキルが、ロック解除の6色陣の3ターン地への進化16ターン。進化するとロック解除6色陣1ターン3コンボ加算のドロ強3ターン。強いね。まあ今風ですね。はい、リーダースキルが5色、4色回復で OK で、同時攻撃でダメージ激減3コンボ加算、L 字消しで32倍固定500万。うん、強いな。これはね、普通にリーダー運用がめちゃくちゃ強いですね。でしかもこれ軽減と火力の倍率が分離しているんで、普通に盤面ね平積みしてれば OK っていう感じなんで、耐久も楽だし、火力出したいときはそこで出せるっていう感じで、まあ、その L 字っていうね一手間があるにはあるんですけれども、アルジキティよりも立ち回りがしやすいかなっていうふうに思いますね。調整がスキブプラス4色お邪魔で、武器の方が、ガードブレイクと L 字、スキルが2ターン領球種無効の2ターン遅延14ターンで、もう一個の方がドラゴンタイプ追加の回復力強毒3つ L 字、消さないバイト覚醒無効全開の1ターン遅延7ターン。うん、どちらも結構強いのかなっていうふうに思いますね。はい、でこっから星6ですね。シルベルト、回復攻撃の水水マイナスキブ4つ封印無効感10コン2個列2個、スキルが2ターン指回復自分エハ2倍の2ターン76にする6ターン。これ初の76スキルですね。これはね、ちょっと使ってみないとわかんないんですけれども、この76状態で敵のギミックで56にした時にこれを使えば元に戻って2ターン後どうなるのかとか、その辺がちょっとよくわかってないんですよね。うん、まあもう一回56に戻るってことはさすがにないと思うんだけれども、もしくは一時的に、76にして火力を出しやすくするとか、まあその辺の使い道があるかなっていうふうに思いますね。リーダースキルが水の HP 攻撃2倍 HP50 倍以上で半減の、肋骨つなぎで、上昇最大46倍、括弧42個だから76の花火ですね。まあちょっと難しいかな。スキブプラス枝豆10コン3つになりますね。はい、で武器の方が回復タイプ追加のチーム HP2 個列4つ、スキルは一旦指回復水炎波2倍の2ターンヘイスト12ターン。これね、ノルザキティにすごく採用したい内容ですね。これ複数欲しいけど、まあ初日でこいつ複数引くのはさすがにちょっと厳しいかなってところがあるんで、まあ様子見ですかね。はい、でもう一個の武器が、副属性水と、水列2つ枝豆、スキルが3ターン指回復自分炎波2倍の、3ターン76、10ターンですね。はい、でカミラ、こちら星6の悪魔マシンの闇光、スキルプラス封印指プラ2個10コン2個ダンボ3つ、スキルが2ターンダメージ無効感の敵1ターンに300万の固定ダメージかける2、9ターンで、リーダースキルが落ち込んなし総回復半減の HP 4.5倍、闇光同時25倍固定500万。超過性がスキブプラス無効感ダンボということで、初のダンボ4つ持ちですね。まあなんていうのかな、いつかは出ると思っていたけども、まさかサンリオコラボ中に出すとは思ってなかったよね。ちょっと正気を疑うよね。うん、ダンボキャラ欲しくてゼラキティとかたくさん交換した人、今どんな気持ちなんだろうっていうのはすごくちょっと思わなくもないんですけれども、
まあ、弾けなかったら意味ないんでね、さすがにそこはちょっと、一緒くたにするのは良くないかなって思うんですけど、まあでもちょっと気にはなるよね、さすがに。さすがにこのタイミングで出すのちょっと違くないかっていうふうには思いましたけどね。はい。まあ、ゴッドウェスなんでね、恒常的に出るんで、そのうちゲットできればっていうところですかね。で、武器の方が、闇の、付属性闇追加のスキブ。スキルは、2ターンヘイストの20ターン闇回復目覚め13ターン。で、もう一個の方が、マシン追加のバインド無効感封印。スキルが、消せないバインド覚醒無効全開の2ターン属性吸収無効8ターン。なるほどね。サフィーラとかにつけたいですね。はい、次。コンラート。星6、体力攻撃の、キーヒー、バインドスキブプラス封印、指プラ2個、10個2個、2体攻撃2個。スキルは覚醒無効全体の1ターン3項目加算、自分炎波3倍、3ターン。はぁ、強いな、これ。これは、スパイダーマンの相互互換かな。ただ、コンボ加算がついているんで、まあ、こっちの方が今風ですね。すごく強いと思います。リーダースキルが、ソーリア30以下で全パラ 4.3 倍、キー4つ消しで、6倍3コンボ加算。まあ、30以下ちょっと難しいな。まあ、木の魔剣士とかを入れてあげたらいいんじゃないかな。スキブプラス2体攻撃プラスお邪魔。うん、これは強いな。欲しいですね。で、武器の方が、体力の木、付属性木追加の雲操作負荷指プラ、消せない場合の覚醒無効全開の一旦指と木の炎波3倍7ターン。で、もう一個の方が攻撃タイプ追加のバインド十字、火の届きを3つ、スキルが8ターン3項目加算の2ターンダメージ無効貫通10ターン。うん、はい。メイファン、バランス神の水光、バインドスキブプラス封印指プラ、スキルチャージ2個、ガードブレイク4色3つ。スキルが2ターン最大 HP 操作負荷回復2倍、ロック解除の6色陣18ターン。なんかちょっと変わってるなーっていう感じしますね。まあ、最大 HP が2倍に一時的になるんで、50以下強化のとかはね、発動しやすくなるのかなっていう感じがするんですけれども、どうだろうね。ちょっとなんか別にこいつでないとダメっていうシーンが今パッと出てこないんですけれども、まあ、そのうち輝くかもしれませんね。リーダースキルがチームのリアリティが全員違う場合、全パラ 2.2 倍、4色で半減12倍4項目加算。リアリティが全員違う場合ってことは、そうだな、なんか変身とかでリアリティが変わるキャラとかはすごく入れにくいなっていう感じがしますね。ちょっとパーティー組むの難しそうだけど、まあこれはこれで考えてみるの面白いかもしれないですね。調整がスキルプラス LG4 色で、武器の方が、バランスタイプ追加3色チーム HP チーム回復水届けを2つ、スキルは2ターン最大 HP と 2.5 倍の消せない場合の覚醒無効全開10ターン、うん、これシンプルに強いな。で、もう1個が、付属性光と5色、スキルが1ターン6コンボ加算で指3倍ロック解除6色陣7ターン。うん、なるほど。なんか今気づいたんですけど、全員なんかこの消せないマイナー覚醒無効全開の武器がついてるんですかね。ここ共通なんですかね。はい、ローレンス。神攻撃の光光。バインドスキープラス封印。回復 LG 無効感10個2個。光コンボ2個。スキルが1ターン領吸収無効の1ターン自分炎波2倍76。6ターン。まあ6ターンの領吸収無効って時点でそこそこ強いかなって思いますね。リアスキルが、チームのレア度が全員違う場合、全パラ 4.3 倍、光2コンボで7倍、固定500万ですね。まあ、これもちょっと難しそうだな。調整がスキルプラス10コン回復 L 字。お、回復 L 字2個持ちか。なるほどね。回復 L 字で、まあ、10% 軽減できる。まあでも自分で回復作んないんだな。まあちょっと変わった性能ですね。はい。で、武器の方が、神タイプ追加の、光コンボ2個、チーム HP2 個。スキルが一旦神炎波10倍の6回以上光回復、15-15陣10ターン。これなんかランダムとかですごい強そう。たこ焼きもあるし。で、もう一個が、副属性光追加のチーム回復4つ。スキルが一旦ダメージ無効の5ターンサブ炎波3倍12ターン。チーム回復4つ持ちが多分オデドラの武器しかまだなかったと思うんで、これが2体目かな。これは非常に、これだけでも非常に貴重な存在ですね。あ、終わりか。はい、イラスト見ましょう。うん、なんか、僕は結構好きですね。なんか、あの武器を見た後だからどうしても変な気持ちで見てしまうな。可愛いとは思うけどね。これは女かな男かなちょっとわかんないんですけども。僕はどちらでもいけます。いけます？うん、うん。
はい、イケメン枠ですね。もし引けたら即武器にします。これもちょっと男っぽくは見えるな。あ、目が3つありますね。天津飯タイプですね。はい、獣歓喜。この子が一番なんか好きかな。まあ、水だし、なんか陽気日っぽい感じのキャラクターですね。はい、こういうさ、VTuber いそうって思いました。はい、っていう感じですかね。まあ、どうしようかな。まあ、ちょっとね、時期が悪いんだよな。ちょうど月の半ばでね、僕あんまね、この時期ってガチャにお金使いたくないんですよね。だからちょっとスルーするかもしれない。とりあえず今持ってる分のね、石で引くかもしれないんですけれども、っていう感じかな。で、一応そのメダルがもらえるんで、星7に関してはどれか1体交換できるんですけれども、まあ単純性能で言ったらさすがにサギリかな。性能だけで言ったらね。っていうところですかね。まあでも武器もあるんで、まあしばらくコツコツとゴッドウェイズ引いていって、コツコツ集めていくっていうような感じになりそうですかね。はい。ということでよかったら皆さんの感想も教えてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画もしくは生放送でお会いしましょう。バイバイ。